どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンホテルのステータスマッチがですね、先日ですね受付終了ということで、ヒルトンホテルのステータスマッチのページがですねアクセスねできなくなってたわけなんですけども、昨日ですね無事ね再開されましたので、この機会にですねヒルトンホテルのステータスマッチね行いたいっていう方ね結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、今回の動画ではですね2021年3月現在のヒルトンホテルのステータスマッチのですね申請方法についてですね解説ねしていきたいなというふうに思っております。先日ですねヒルトンステータスマッチのページがですねサイトのねメンテナンスだったのか閉鎖されたね理由はねわからないわけなんですけども、再開されたということで本当に良かったですよね。ステータスマッチね行いたいっていう方もですね結構ねいらっしゃったのではないのかなというふうに思っておりまして、今回ですね再開されたのでねまあいいかなというふうに思うわけなんですけども、ヒルトンのねステータスマッチに関してはずっとね行われておりましたので、個人的にはですねそんなすぐね終わるとはね思ってなかったわけなんですけども、まあ、先日一応閉鎖されたというふうになりますので、もしねヒルトンのステータスマッチですね行いたいという方はですねぜひね早めにね決断ねしていただけたらなというふうに思っております。2021年のヒルトンのステータスマッチに関してなんですけども、2021年になってですねこのようなね世の中の状況を踏まえてですね、ヒルトンホテルのね2021年のステータスマッチ条件はねハードルが下がってるんですよね。2020年まではですねヒルトンのステータスマッチをね行うとゴールドステータスになってですね、90日以内に10泊するとですねゴールドステータス、18泊するとダイヤモンドステータスがですね一定期間ね利用できるっていった形になってたわけなんですけども、2021年に関してはですねステータスマッチを申請して申請通るとですねゴールドステータスに、ね、なることができるんですよね。で申請後90日以内にですね5泊ね宿泊していただければゴールドステータス、9泊していただければですねダイヤモンドステータスがですね2023年の3月までですね維持することができるんですよね。かなりいいですよね。今ね2021年の3月という風になりますんで、ダイヤモンドステータスね約ね2年間ぐらいはですね利用することができるっていった形になってるんですよね。またね5泊でゴールド、9泊でダイヤモンドですからね、かなりね条件としてはねいいのではないのかなという風に思っております。ですね、費用に関してはですねちょっとね後でね解説させていただきたいなというふうに思っております。でですねヒルトンのステータスマッチね行う方に関してはステータスマッチということで、ステータスマッチ元のねホテルプログラムっていうのがね必要っていうふうになってるんですよね。でですねこちらがステータスマッチ元のですねホテル一覧っていうふうになっているわけなんですけども、マリオットボンボイ、 IHG、 ワールドオブハイアット、ベストウェスタン、チョイスプリビレッジでいいんですかね、あとアコーホテル、ラディソン、ウィンダム、アナザーということで、まあ、このホテルグループのですね上級会員の資格を持っていればですねヒルトンのステータスマッチをですね申し込むことができるっていった形になってるんですよね。でですねマリオットボンボイホテルがね入っているっていう風になっておりますんで、 SPG アメックスね保有されている方はですねマリオットボンボイのゴールドステータスっていう風になりますんで、 SPG アメックスね保有されている方に関してはですねヒルトンのねステータスマッチね申請することができるっていった形になってるんですよね。ぜひね SPG アメックスね保有されている方はですねこの機会にですねヒルトンゴールドダイヤモンドですね狙ってみてもねいいのではないのかなっていうふうに思っております。それではヒルトンのステータスマッチでね得られるゴールドステータスとダイヤモンドステータスのね特典についてねおさらいねしていきたいなというふうに思うわけなんですけども、ヒルトンホテルのゴールドステータスをね獲得するとまずポイントはですねベースポイントに対して 80% のねボーナスポイントがもらえるっていった形になります。またですね客室のアップグレードもですねスイートルームを除くね客室にはなるわけなんですけども、受けることがねできるっていった形になります。もちろんこちらはね空室状況によってね利用できるかできないかがね変わるっていった形になります。またですねレイトチェックアウトがね利用できたりですね、2人ね宿泊無料っていうね特典も利用できたり、朝食もですね2名分ね利用することができるっていった形になってるんですよね。またヒルトンポイントをね利用した特典滞在の場合ですね、5泊以上ね利用すると5泊目がね無料っていうね特典も利用することができます。ここら辺がですね大きなね特典かなというふうに思ってるわけなんですけども、
このね2人目宿泊無料っていうのはね結構いい特典だなっていうふうに思っておりまして、マリオットボンボイホテルではですね1人料金と2人料金ね値段違うわけなんですけども、ヒルトンホテルの場合はですね1人でも2人でもですね料金変わらないっていった形になってるんですよね。でですねダイヤモンドステータスになるとですね宿泊時にベースポイントに対して 100% のボーナスポイントがねもらえるっていった形になっておりまして、アップグレードに関してもですねスイートルームもね対象っていった形になりまして、レイトチェックアウト、またね朝食無料もね利用することができますし、ヒルトンポイントを利用したですね特典滞在時には5泊以上ね利用すると5泊目無料っていった形になっております。またですねエグゼクティブクラブラウンジもですねダイヤモンドステータスになると利用することができるっていった形になってるんですよね。私もですね2020年の10月にですねヒルトンダイヤモンドステータスチャレンジね行ってですねヒルトンダイヤモンドね獲得したわけなんですけども、その後にですねヒルトン東京ホテルにですね初めてねダイヤモンドステータスになってですね宿泊したんですけども、ジュニアスイートにねアップグレードしていただいてですね、またねクラブラウンジもね利用することができたっていった形になりますので、個人的にはですねヒルトンダイヤモンドステータスねかなりねおすすめっていった形になっております。それでは次にですね実際のね申請方法をですね解説ねしていきたいなというふうに思っておりまして、公式サイトはですね動画の概要欄にね載せておきますので、そこからですねアクセスしていただいて利用していただきたいなというふうに思っております。でですねこちらがね申請サイトっていうふうになっておりまして、まずね上からねお名前ね入れていただいて、その下にですねメールアドレスね入れていただいて、その下にですねヒルトンオーナーズのね会員番号を入れていただきます。でですねその下にですねセレクトホテル用意やプログラムっていうのはねあると思いますので、データスマッチ元のですねホテルプログラムをね選択していただきます。でですね添付ファイルがね2つね必要というふうになっておりまして、1つはですねステータスマッチ元のですねステータスのスクリーンショットをね添付していただくっていった形になります。でですね2つ目に関してはステータスマッチ元のホテルのですね過去12ヶ月の宿泊実績をですねスクリーンショットね添付するっていうふうになっておりまして、おそらくではあるんですけども、ステータスマッチ元のですね宿泊実績っていうのはですね1泊以上ねないと申請ね通らないかなというふうに思いますので、もしね SPG アメックス保有されている方でマリオットボムのねゴールドステータスね保有されている方でステータスマッチね行われたいっていう方はですね、マリオットボムのね宿泊実績をですね1泊でもね作ってから申請ねしていただきたいなというふうに思っております。またですねヒルトンのステータスマッチに関しては通るか通らないかっていう基準は基本的にね全然わからないっていう風になっておりますんで、もしね一度申請がね通らなかった場合であってもですね諦めずにですね何度かね申請ねしていただきたいなっていう風に思っております。私自身もですね一度申請してですね全くね反応なしっていうのがねありまして、再度申請してですねやっとね通ったっていった形になりますんで、申請して反応がね全くないとですねモチベーションね下がってしまうかなっていうふうに思うわけなんですけども、ここはねめげずにですね何度かね申請ねしていただけたらなっていうふうに思っております。でですね私も1回目2回目申請したんですけども、もしね申請していただいて2週間ぐらいね様子見ていただいて連絡がね全くないようであればですね再度ね申請してみていただきたいなっていうふうに思っております。それでは次にですねヒルトンステータスマッチを行ってヒルトンダイヤモンド使用ねしようって思った場合に実際ねどのぐらいの費用がかかるかっていう話なんですけども、こちらですねヒルトン成田のね宿泊料金なんですけども、こちら4月の中旬でね検索させていただいておりまして、1泊ね7000円っていうふうになっておりまして、こちらですねサービス料と税金がですね入ってないっていう形になりますんで、こちらでね9泊で予約ねしようとすると78,309円でね宿泊することができるんですよね。まあね78,000円ちょっとでですねヒルトンダイヤモンドステータスがね獲得できるというふうになればですねかなりね破格なのではないのかなというふうに思っております。先日ねヒルトンプレミアムクレジットカードね発表されましたけども、年会費60,000円、またですね年間の決済額がね200,000円必要っていうふうになりますので、それに比べるとですねかなりねお得にね利用できるのではないのかなというふうに思っております。またですね2021年3月現在ですね
GoTo トラベルキャンペーンね、いつ再開されるかっていうのはねまだわからないわけなんですけども、それを見通してですね今後ね利用していただくっていうのもですね悪くないのかなというふうに思っております。もしね GoTo トラベルね再開されて条件がね同じであればですね5万円ちょっとですねプラスね地域クーポン1万2000分ぐらいねもらえてね利用することができるっていう形になりますんで、こちらになればねかなりお得ですよね。私もですね2020年10月に行ったわけなんですけども、アメックスのねキャッシュバックキャンペーンとかもね重なってですね4万3000円ぐらいですねヒルトンダイヤモンドステータスね獲得することできたんですよね。またですねヒルトン成田もですね結構ね価格安いっていった形になるわけなんですけども、ダブルツリーバイヒルトン那覇っていうのもですね宿泊代金がですね安いっていった形になりますんで、時期によってですねヒルトン成田の方が安かったりですね、ダブルツリーバイヒルトン那覇ね安かったりっていう風になりますんで、もし今後ですねヒルトンダイヤモンド周遊ね検討されるのであればですね、この2つのホテルはですね確実にね価格チェックしていただきたいなっていう風に思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンステータスマッチ再開ということで、本当にね5日前ぐらいにね動画ねヒルトンステータスマッチ受付終了ということで動画出させていただいたわけなんですけども、無事ね再開してですね良かったですよね。ヒルトンステータスマッチはですね個人的にはですねずっとねやっておりましたので、終わるっていうのはですね全然考えてなかったんですよね。まあ今回ね再開されたっていうことはねとても良かったわけなんですけども、まあ先日ね急に終了っていうのがねありましたので、またねいつね終了するかっていうのもですねわからないかなっていうふうに思いますので、2021年に関してはですねステータスマッチ後の条件もですね緩和されているっていうふうになりますんで、この機会にですねヒルトンダイヤモンドステータスね獲得されたいっていう方はですねぜひね早めに決断していただければなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボームホテル、ヒルトンホテルもといてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。